2日目の2回目の、高千穂旅館新鮮さんでの朝食が揃いましたので、田村さんに、説明していただきます。お願いします。まずはじめにご飯とお味噌汁でございます。はい、中央の方のプレートにございますのが、左上の方に2碗目、右上の方にしらす、明太子、中央の方に舞茸とごぼうとだし巻き卵でございます。はい、右側の方に納豆、上の方に鮭の焼き物でございます。はい、右下の方にとろろ蒸し、下の方にお漬物でございます。はい、で左側の方にお野菜、上の方に季節のフルーツでございます。はい、ヨーグルトとブルーベリージャムかな。はい、はい、これで、今日の今朝の朝食になります。ありがとう、いただきます。どうぞ召し上がってください。